Thank you.
ましてこんばんは、浅岡優です。今日はこういった、ね、素敵な、会にゲストでお迎えありがとうございます。高丸くん歌ってくれるんですかね。終わってしまいました。高丸くんはちなみに喋れるんですか。喋れない。まだ確か子供なんですよ。去年生まれたばっかり。去年生まれたんだ、はい。でもあのちなみに弘前町に住んでるので、ええ、あの家はすごい近所なんですよね。あそうなんだ。高丸くんはのその上に乗ってんのはそれあの何弘前城。弘前城なの。やっさん、あの あれを当てれこ当ててみ通訳を。高丸くんそれは乗ってんのはあの弘前城なの。そうだよ。喋ってくれた高丸くん。その刀はあの切れるの。じゃあ高丸くんさ聞くけど今までに なんかミッキーの声になっちゃってわかりますね。さあ今までに何人切ってきたの。そうだよ。数えきれないほど切ってきたよ。低いこれじゃないか。キャラが違ってますね。高丸くんごめんね。大丈夫ですか。高丸くんはずっといるの。いや、高丸くんねスケジュール結構、はい、今日帰っちゃうんですか、はい、あのね、次の多分現場が多分そういう現場があるんだ。ちょっとお鍋火にかけたまま来ちゃったみたいな。ああそうなんだ。何鍋高鍋。あ、そうですってというわけで、あの浅岡優雅さんと高丸くんでした、はい、どうもありがとうございました。また後で。また後です。ありがとうございます。浅岡さん、後でまた後ほど。